今回のミッションにミスは許されないわ。絶対に成功させる。作戦内容は各自渡した書類に目を通してちょうだい。これは私たちの組織の将来のために、一致団結して成し遂げるわよ。真面目に話してる時に、お前らここは何してんの？ルーリエが僕の椅子に座ってたから持ち上げてるんだよ。僕の特等席なのに。私はどんな時でも石化様の応援です。任せてください。応援より作戦聞いてほしいかな。あとトールちゃんも邪魔なのは分かったけどすぐに起きなさい。ザハートちゃんは作戦中ご飯食べないで、気が散る。大事な作戦だからってわざわざ防衛軍の仕事投げてまでここに来てるのよ。それに結構時間かかったからご飯もまだだし。ロートさん勧誘のリベンジですか。今回は彼女の要望をある程度絞って公約する。理解度と成功率が高い議案ですね。一番ふざけ散らかしてるやつが真面目なこと言うな。一番気が散る。まったく勧誘くらい石化ちゃん一人でやってもらわないと。リーダーなんだから。このガチトーンやめて。実際に防衛軍の隊長やってる人から言われると心にくる。そもそもすでに何度もトライしてるわよ。でも何度勧誘しても撃沈なのよ。ちなみに原因はわかってるの？まあ一応は。また来たか。あなたもしつこいな。ルーリエを勧誘したからいいじゃないか。そうなんですけど、ロートさんはエンジンでありながら戦える。その上戦術面でも優秀だと聞いてます。援護ならルーリエがいます。指揮官で言えばカナデがいます。現場にはトールがいます。外部支援援助にはバハートがいる。ですが共通で言えるのは全員知能と知識両方備わっていないんです。唯一指揮官をしているカナデも正直今はまだうまくいってるけど、いつかカナデの常識外の出来事が起きたら対応できなくなる。私もどちらかといえば指揮官より現場派。知識も知能もない私と、知能があっても知識が乏しいカナデの2トップでは危うすぎる。その点ロートさんは護衛部隊副長経験があって、戦術戦況を見る目がある。そして戦闘援護守備どれをとっても優秀。あなたみたいな優秀な神が直属部隊に選ばれないのはもったいないわ。他の専属品の直属部隊条件的にもあなたを好条件で選べるのは私だけ。お願い、その力を先行部隊で発揮してほしいの。はぁ、その言葉も何度も聞いたな。我は何度も言ったはずだ。その誘いに問題はない。我は気に入った敵をめでる。頭の上から足のつま先まで全ての生態を調べる。その環境を先行部隊が用意してくれるという好条件も我に十分届いている。ただしな、あのクソガキ、トールと同じ部隊で同じ戦場になるのだけは許せん。あのクソガキは以前から、調べるから遺体は残しておけ、って言ったのに必ずコッパみじんにして跡形もなくす。あのわがままと同じ部隊所属になるのは我慢ならんのだよ。それにあいつはだな。おい、なんで我の言ったことを無視した？だって、聞くぎりないもん。君僕より弱いし。僕より弱いってことは実力で分からされるってことでしょ。将来的にも僕より強くなれそうにないし、僕に頼まずに自分でやりなよ。それを邪魔してるから言ってるのだろう。はぁ、邪魔って言うけど、僕も君邪魔なんだよ。せっせとわざわざ倒した敵拾ってさ、むしろ君を巻き添えにしてない配慮に感謝してほしいね。あの言葉は絶対に許さん。あいつから謝罪しない限りはこの怒りは収まらん。私は思いましたよ。思いましたとも。ああ、これトールちゃんに頭下げさせないと絶対に無理だな。って、だから全員集めたの。意地でもトールちゃんに頭下げさせないとってね。というわけで、本人には別のお題を渡してるからこれに協力して。何も人間も全然変わらないわね、もう。私が思いついた策は、みんなで言えば流れで謝罪する作戦。とりあえず抜けば謝罪の意と感じてくれる。ですかね。二つ目の案はちょっと私がここで実践してみました。そうね、見苦しいという感想とあんたのせいでそのパンツが伸びて履けなくなったから後で弁償しろってことくらいね。あとこの会議終わったら部屋に来なさい。またわからされちゃうんですね。二人っきりで。ああ、もう説教はしないわよ。かなでさんと M だし。なんでこの人が副長で成立してるのか全然わからない。でもそこまでしてロートさんを入れるメリットってあるの？それこそ人材発掘として無所属従属から選んでもいいと思うけど、確かよその直属部隊はそれで選んだってパト君から聞いたけど。あ、まだ繋がりあったんだ。てっきり捨てられたのかと。ふん、地球の仕事関係で斡旋してるのは私よ。もちろん二人でお出かけもするし。ね、夜だって。ハイダウト、パトは夜間には絶対に帝国に帰らされるし、監視者からそんな報告ありません。側近だからね私、ある程度の情報は知りたくなくても知らされるのよ。はぁ、あ、私のこと慕ってくれてるのはいいけど、言うことはあんまり聞いてくれないのよね、トールちゃん。さて、どうしたものか。私いい方法あるよ、石化様。石化、珍しいわね、何かある、ルーちゃん。
とりあえずロート様の前で謝罪させて和解すればいいんだよね。そうね。でもあのトールちゃんが謝るなんて、私でも謝ってもらったことないのに。任せてください。そして成功してロート様勧誘に成功した時は私を石化様専用アシストにしてくれたら。で、検討に検討を重ねて検討することを検討し、その結果を十分に検討して、その検討した出来事についても検討を重ねるとするわ。やった。じゃあ任せてください。ルンタッター。それじゃあロートさんのところに行ってみようか。まだまともな話し合いしてないのに。全裸待機とルーちゃん作戦があるじゃない。バハートちゃんもどうせ小賢しいこと考えてるでしょ。嫌なろうか。ロータさん、すべてをさらけ出して誠心誠意、謝ります。ふむ、手入れの行き届いたいい体だ。ポテンシャルも申し分なし。だが少し痩せている上に血色も少し悪い。疲れている証拠だ。食事と睡眠はしっかりとるといいだろう。私の体を褒めてくれるところか気にかけてもくれる。好き。売れないわね、両方とも。多分あの姿の奏さんが別に珍しくないだけでしょ。もう見慣れてるわよ、あれ。バハートちゃん、行っちゃって、隊長の威厳見せてよ。隊長関係ないわよ、こんなの。ロートさんお疲れ様です。研究は順調ですか？ああ、やはり強敵個体を調べるのは楽しい。道しかない。アドマッドサイエンティストじゃない？すごいですね。ぜひ詳しい話聞きたいな。せっかくだから美味しいお菓子もあるから私の所属する部隊室とかどうです？すまないな。教える気はないんだ。好きな相手のことは独り占めしたい。そんな感情なのだ。すまんな。じゃあその子じゃなくてロートさんのことについて話を聞かせてほしいかな。すまないな。我は主様のものなのでね。同じ従属でも君に教えるわけにはいかないんだ。なんか振られたみたいになってるんですけど、私だってあなたに興味なんてないわよ。またアイドルの誘いもものともしないか。帝国は美女大国。普通の美女程度ではもはや意味がないということか。よくよく考えたら大浴場や義務化されているエステで裸なんて当たり前のように見ますからね。今更感ありましたね。さっさと服着ろ。白呼びつけるわよ。ルーちゃん、あとはお願いね。今日はやたら想像しいな。全員オリジンセントバルキリーのメンバーか。となると結果の差し金か。まったく、強情だ。次は主様やメリア様をけしかけてくるかもしれんな。そうなるならもう入って孤立していた方がマシか。お久しぶりです、ロートさん。ちょっとお話いいですか？毎日こうされたらたまったものじゃない。もう了承してしまおう。なんだ、もう勘弁してくれ。ロートさん、トールちゃんから見てほしいことがあるのでぜひ見てもらっていいですか？ほらほら、トールちゃん、見せどころだよ。頑張れ頑張れ。何が始まるのだ。ロートさん、以前は生意気なことを、言ってごめんなさい。これは、横に振り仮名書いてるよ。今後ロートとずっと仲良くしたいから、お願いします。僕たちの組織に、入ってください。すごいですよ、トールちゃん。どんどん日本語読めるようになってきましたね。石化様が喜んでくれますよ。へへ、僕だって頭いいんだからね。読ませてるだけだろ。しかも絶対に意味理解してないだろ。だがここで断って毎日こいつの下手な音読を聞かされるのはごめんだ。わかった、もうわかった。メンバーに入る、からもう勘弁してくれ。こんなのが毎日続くのはきつすぎる。よっしゃ、ナイスルーちゃん、こっちの勝利よ。もはやあれは誰でもよかったんじゃない？勘弁してくれって言ってるし。強引すぎましたかね。あんたは服着ろ、頭に父のせんな、もぎ取るわよ。しっかり聞き届きました。あなたは今日からオリジンセントバルキリーのメンバーです。ようこそ。それでも勝ってくらいすがすがしい顔しているな。もういいだろう。要件がない時は放っておいてくれ。研究に集中できないんだ。ごゆっくりー。明日私たちの部隊に来てね。制服の寸法合わせるから。ようこそ、オリジンセントバルキリーへ。とんでもない変態集団に入ってしまったかもしれない。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。